はい、本日はですね、2月の、気になるニュースをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、いよいよ2月になりました。この2月っていうのはですね、ファッション業界においてはですね、ブランド立ち上がりなんですよね。何を言ってるかと申しますとですね、春夏のものがもうとうとう発表されて、今年これ出しますよというのがね、各メーカーみんながずらっと言ってます。で、ずらっと言ってますので、まあその辺のね、お話をさせていただこうと思っております。ということで、本日の流れとしてはですね、まあその中でも僕が気になるニュースっていうのをピックアップさせてもらって、その辺をね、ずらずらと喋っていこうと思っておりますので、いつも通りよろしくお願いいたします。ということで、まず一つ目はじゃあノースフェイス関連からいきましょう。ノースフェイスもね、毎年なんですけども、春夏のこの時期にですね、マウンテンライトジャケットっていうのの新色が出てくるんですよ。で、その新色が出てきて、もちろん今年も出てきております。で、なんかあの聞き覚えのないようなね、名前、新しい名前がいっぱい出てきてですね、まあ、定番のブラックはありますが、それがニュートープ、なんか緑系、最近ニュートープばっかりなんですけどね、そんながあって、そして大注目の茶色系の色、この色ね、なんていう名前なんかというと、アンテロープタンという、ね、名前らしいです。まあ、タン系っていうことなんでしょうね。アンプローテアンテロープタンということで、まあ、この色どうなるかちょっとわからないですけどもね、近々僕もマウンテンライト購入しておりますので、まあ、そちらの紹介をするということなんで、まあ、マウンテンライト出てますよと。で、それに付随してなんですけども、あのデニムのね、マウンテンライトジャケットってあったじゃないですか。あったあったあった、なんかずっと毎年出てたよねっていうのあったと思うんですけど、あれがとうとうセールで出ております。なので本来定価が4万9000円か、まあ、5万円ぐらいするってやつやったんやけども、それがね、1万以上安くなってます。3万9000円とか、ともすれば3万円前半ぐらいで買えるってことなんで、まあ、もしかしてね、あのデニムのやつ欲しかったんやけども、値段が高いからやめとこうと思ってた方は、普通のマウンテンライトよりもちょっと安なってるんで、まあ、これを機にね、狙うのもありかなと思います。ちなみに僕、友達にね、ま、あの何でも好きなアウターあげんでって言ったら、マウンテンライトのデニム選んでやったんですけども、彼が選んだ途端にセールにかかるというね、残念なお知らせになってるんですけども、そんなんがありますよと。で、それ以外にやったらですね、ノースフェイス以外ももちろん、あのいろんな新作が出てるんですけど、僕がずっと待ち望んでる他オネオネのスニーカーはまだ出てきておりませんのでね、まだちょっと変えてないんですけど、スニーカー関連で言うとね、バンズのスニーカーもね、出てるみたいなんですよ。で、それが何かっていうと、レザーなんですよ。で、レザーのバンズのスニーカーということで、まあ、オーセンティックっていうね、形も昔からある、一番最初からあるのは何ですかと。そしたらもうオーセンティックやないかいっていう、まあ、このモデルなんですけどもね、その後、まあ、スリッポンが出てきたりとかね、いろいろ、まあ、あのいろんなモデルに、エラーがな、出てきたりとか、まあ、いろいろ出てくるんですけども、大阪で住んでる方ってご存知ですよね。551って何ですかって言ったら、アイスキャンデーっていう人もおんねんけども、いやいや、肉まんでしょと。もともと肉まんが始まって、そっから人気が出て、いろんな味が出てきて、アイスキャンデーも出てきたんやけども、まずは肉まんですよねっていうのと一緒で、バンズもまずは何ですかって、オーセンティックなんですよ。で、これのレザーバージョンが出たってことでね、まあ、白とかはちょっと汚れ目立つと思いますし、汚れたら、まあ、ちょっとどうなんかなって僕は思ってるんですけど、まあ、この黒っぽい色とかはね、あの、おしゃれなんかなっていう風で、しかも1万円値段切ってるんですよね。9900円ってことで、多分めちゃくちゃ合わせやすいと思いますけどね。僕も個人的に普通の私服としてね、あ、これ欲しいなと思ったぐらいな感じだったんで、一応ね、ご紹介はさせていきました。で、次、スニーカー紹介続きでいきますけども、次がエアホースというナイキの、あの、まあ、超定番のやつね。僕もね、こちらに持ってるんですけども、このエアホースはね、白いまま履くのがかっこいいよって、これも絶対哲学じゃないですか。メンズの哲学なんですよ。エアホースワンは白く履きましょうっていうことなんですけど、まあ、今回その話じゃなくて、このエアホースワンとヴィトンがね、今コラボして、オークションやってるらしいです。ちなみに2月8日までなんでね、あの、まあ、もうちょい終わるんですけども、ヴィトンとエアホースのコラボということでね、うわ、これすごい派手やなと。いかにもお高そうじゃないかっていうことで、もちろんオークションやからね、その値段がね、どうなるかは僕は全然知らないんですけども、開始値段が20万円からっていうことだったんで、まあ、2000ドルってことでね、だいたい20万円からってことで、もう僕のね、視聴者さんのね、あの、リッチな方々はね、まあ、あの、オークションされてみたらどうですかと。で、もし仮にね、落とせた際にはね、僕に一回ちょっと譲ってくれませんかと、レビューさせてくれませんかなんて思ったりするんですけども、こういうのがあると。で、その次がね、カリマーっていうね、ブランドからね、ゴアテックスのね、ジャケットが出てきたっていうことで、最近ゴアテックスを使ったアイテムってめちゃくちゃ多いんですよ。靴もそうやし、あとはジャケットとかもね、今までは扱いなかったんやけども、最近扱い出したっていうブランドが結構多くて、僕もですね、今ここ手元にあるんですよ。まだね、この辺はレビューしておりませんが、僕昨年までダウンおじさんとしてね、活躍させていただいたんですけども、今年に関してはですね、もうマウンテンパーカーおじさんになろうということで、あの各メーカーのマウンテンパーカーを買い漁っております。で、ちなみにこの辺もね、セールで買ったやつなんで、またまたそのうちレビューはするんですけども、まあ、このカリマーっていうやつはね、セールではないんですけども、新しく、ゴアテックスを使ったマウンテンパーカーが出てきたということで、今まではやっぱりアウトドアのゴアテックスというと、まあ、ノースフェイスとか、モンベルとか、まあ、その辺がね、強いイメージだったんですけども、各ブランドから出てきてるし、なおかつ値段も安かったり、クオリティも高いやつがガンガン出てきてますので、まあ、僕らのね、こう買う側の消費者としてはね、嬉しいニュースかなと思うんですけども、まあ、その辺が出てきたよと。で、それ以外にはですね、まあ、一応まあ、お伝えはしとくんですけど、
僕個人的にあんまり興味ないところなんですけどもね、アークテリクスのシステム A っていうラインがあるらしいんですよ。これいつからやってたんと思ったらね、2020年の8月からやってるってことで、全然知らんかったんですよね。もう半年前からやってたんってことなんですけども、なんかそれがね、なんかファッションにこうフォーカスしてるアウトドアのブランドやねんけども、ファッション寄りのテイストということでシステム A っていうテイストが出てるらしいんですけども、なんかあのアウトドアファッション界の大きな話題となったアークテリクスのシステム A って書いてあるんですけど、わし知らんってことでね、まあ、僕はアウトドアファッション界ではないかもしれないんですけどね、僕は全然知らなかったんですけど、まあ、こういったところもあるということで、個人的にはアークテリクスのあのアウトドアのブランドの中でよりシンプルな立ち位置に似てるっていうのが良かったりするところもあるかなって僕は思ってたんで、まあ、他のブランドってね、どうしてもこうアウトドアらしくカラーリングが派手とかね、ゴテゴテしてるってイメージだったんやけども、まあ、アークテリクスやのにシンプルだよねっていうところが良さやったんかなとかって思ってたから、まあ、別に無理して街を作る必要ないんかなとかって思ったりはしたんですけども、待ってたっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、このシステム A っていうのがありますよというお話をさせていただきました。で、まあ、それ以外にもですね、この春アウターっていうのもそろそろ出てくるんですよね。例えばパラグータでしたっけ、ゴルフ場のおっさんが着るような感じのね、女子受けめちゃくちゃ悪い作業着みたいなジャケット、あれでも名作やから僕も欲しいんですよ。で、そんなんがあったり、あとシエラデザインのね、マウンテンパーカーも僕買おうかなとかって思ってたりしてて、動画のね、マウンテンパーカーを語る上ではやっぱり元祖は外せないなっていうところでね、まあ、買おうかななんて思ってたりしますので、まあ、そろそろもう1月のセールは終わったよねと、まだ2月どないしようかなってなってきたらね、春物が出てくるということで、まあ、春物はね、秋と兼用される方はもちろんいらっしゃるんですけども、しっかり暴風でね、守れるアイテムが多いっていうのが、まあ、春の特徴であったりするんで、秋はどっちかって着込めばいいわと、フリースでもインナーダウンでも何とか着込んでたら何度でもなんねんやけども、はい、もしもし、はい、ということでね、何の話したか忘れたんですけども、スプリングコートとかもね出てきたりしますし、それがねやっぱレザージャケットとかね、まあ春のアウターっていうとやっぱりこうマウンテンパーカーもそうやし、まあレザーもそうやし、ブルゾンもそうやしっていうのはいろいろ出てくるかなと思いますので、一応まあブランド同士は立ち上がって春夏は出たんやけども、実際発売されてからじゃないとわからんこともいろいろあるかなと思いますので、まあ今日この辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、2月の気になるファッションニュースを伝えてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。